不老不死の薬を作れる時が来たぞ。ここで私が魔法をかければ不老不死の薬ができるのじゃ。行くぞ。あれ、そうか、魔力が足りないようだ。助っ人を呼ばねば。ゴーシェ。助手よ、気にして。そしたらこれから不老不死の薬を作るからな。はい、まずは PVA 洗濯のりだ、これな。それと放射、あと水を使うぞ、うん、あと魔法の粉が5つあるから、それを混ぜて5つの薬を作るんだ。行くじゃ。まずはちゃんとな、メモリを切っておいたから、この器に100ミリずつ入れるぞ。そしたら次に洗濯のりだ、これも注意しながら入れてくれ。入れすぎ注意だぞ。そしたらここに魔法の粉を入れるぞ。ほい、おお。そしたらこれを混ぜてくれ。あ、やばい、跳ねちゃった。跳ねちゃったな。私にやるよ、やってくれ。その間にこの放射と水が混ざったのを混ぜていくぞ。よし、大体混ざったらこの放射と水が混ざったこれだ、これを50ミリリットル分だ。これも切ってやるから、これは私に入れさせる。どうだ、固まってきたか。固まってきたな。どうだ、だんだん固まってきた。こんなもんだ。どうだ、おお、ずいぶんずいぶん固まってるじゃないか。すごいな。そしたらこれをこの器に入れよう。おお、おお、完成した。めっちゃ似てる。そしたら2つ目の粉が何を入れる。青がいい。青か、どうだ。おお、すごいな。お、次は何の色にする。じゃあ見る。こらまた硬いな。そうですね、うん、ピンクか赤だっけ。ピンク、ピンクか。ちょっと硬くなってきた。あ、ほんとだ、硬くなってきちゃった。あれ、おかしいな。じゃあ最後の5つ目を作ろうか。はい、その前に魔法つけする帽子を取らせていただいていいでしょうか。え、暑いのか。じゃあ取っていいぞ。ああ、まだあれだったな、私の魔法がちょっとしか効いてないのか、耳しか魔法使いになってなかったようだな。半人前か。じゃあ最後作っていこう。はい、では最後の色、オレンジかな、これは。オレンジですね。じゃあちょっと少ないか。もう一回出るぞ。はい、これぐらいかな。ね、そうだな。最後ちょっと泡立ってきた。あんまり綺麗なもんじゃないんだ最後は。そうですね。いや、助手よ、ありがとう。見事に5つの薬が揃った。はい、では。ありがとう。では不老不死の薬を作るぞ。はあ。助手にも手伝ってもらったはずなんだが。何やってるんですか。あ、何をする。あ、しまった、魔法が解けてしまった。僕は何をしてたんだ。なんてことだ、もうちょっとで不老不死の薬ができるところだったのに。これは薬じゃないよ、スライムだよ。しかも蛍光塗料の入ったスライムだよ。だからブラックライトを当てると
光るんだよ。マジで？マジで光るの？そうだよ。やってみる？うん。では電気を起爆するぞ。わしの魔法でな。はっ、うん、どうだ？うん、光ってる。いや光ってるんじゃない。これ、ま、ライトを消してくれ。わかんないな。わかんない。ちょっと周りのライトも消そうか。じゃあちょっと消してみてくれるか。はい。おお、光ってる。すごい。すごいなこれ。すごいよ。本当に光ってるぞ。おお、ちゃんと。あ、でもだんだん弱まってきたな。本当だ。じゃあもう一回。すごいな、これちゃんとスライムだ。お、スライムだ。おお、ちゃんと本当にスライムだ。あー、面白いなこれは。面白い。いや、すごいぞ。しっかりしっかりこれはスライムだ。他の4つはなんで失敗しちゃったのかな。わかんない。キロ、ただ他でも光るからいいな。うん、すごいな、光ってるな。光ってる。面白い、はい、ほら、ちゃんと光る。見てこれ。あ、これはスライムじゃないか。いい感じにできたな。ちゃんとこれもスライム。あー、よかったよかった。本当にすごい。これはちょっと硬いな、やっぱな。はい、ということで今回は不老不死の薬を作ろうとしたけど蛍光スライムができてしまいました。はい、はい、もし今日の動画面白いなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、チャンネル登録もしていただけると大変嬉しいですね。はい、それとコメントももらえると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは何かやってるのかな。 Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。なんだ、しっかりしてるな。見習いじゃない方がしっかりしてるじゃないか。いや、しかしハゲってのがバレちまったな。あ、ということで、ね、今回は以上でございます。バイバーイ。